いや、これじゃん。これか。これですね、色。ここからおばあさんの遺体が見つかって以降、おばあさんの霊が出るようになったと言われている。神社という神社に来ております。旧名称が諏訪神社らしいですね。埼玉県の指令によって12社を合祀し現在の名称になったということだそうです。で、この神社内井戸があるらしいんですけど、その井戸で以前おばあさんの遺体が見つかったということで、それ以降おばあさんの霊が出ると言われているそうです。で、その井戸は現在は塞がれているということです。あるんですかね、でも塞がれてて。ただここの場所ってのが尾中ヶ原古戦場としても知られてて、まあ戦死した武士や落ち武者の霊が出るかもねみたいなことは言われているようです。確かに境内地の中ね、林が結構広がってますね。ここが駐車場とかなのかな。霞の神社で神社横が本当にすっからーんって開いてんな。ここにおばあさんの霊が出るっていうことですけどね。これはテーブルか、井戸ではない。以前が諏訪神社、諏訪大社ってことは諏訪系なんですね。諏訪系なんでしょうね。おみくじかで境内社がいくつかあって、これなんだ、なんかキノコみたいな。洋館半端ないな、この神社。これが宝物だ。宝物ってあるんだ。この規模の神社で宝物であるの結構珍しい気がするな。さて、井戸らしきものがね、見当たらないんですけども、この辺にあったんですかね。林だな。こんな林の中にあるとは思えないしな。ああ、もう裏に回っちゃうか。
これじゃん、これか、これですね、井戸。ここからおばあさんの遺体が見つかって以降、おばあさんの霊が出るようになったと言われている。井戸ありましたね。林の中にあったんだ。はあ、確かに。でもこれこの位置にあったらあんま使ってなかったでしょうからね。でたまたまなのか何なのか、おばあさんが入ってなくなっちゃったみたいな。ちょっとなんか事件性があるのかないのかもよくわかんないですけども、なんでこんなところにある井戸におばあさんがって思っちゃいますね。だってここね、道じゃないもん、これ。これ道じゃないもん。そっち側も草っぱらだから歩いてくる理由がないし。なんでこんなとこにおばあさんが。もう手洗いの裏手だけど、裏手でもいかんよな、そこには。何なんだろう。でおばあさんの霊が出るってこの参道なのか、めっちゃ外から見えるけど、それともやっぱあの林の中なんだろうか。情報がね全然少ないみたいなんで、どういう出方とかも分かんないですけども、そういう噂が語られているね、場所ですね。はい、そんなね、元諏訪神社っていうのが12社統合されて霞の神社と呼ばれるようになった神社、霞の神社でした。